ったミッション最後ぐるっと回していただいて。先日3月7日に日本水泳連盟に引退届を、提出させていただいたことを改めて報告させていただきます。例えば松田丈志選手みたいにオリンピック終わってすぐ辞める選手もいれば、北島選手みたいに選考会ギリギリまでやって辞めるっていう選手もいる中で、まあ、2年間リオが終わって2年間、あと2年間残すっていう、この今のタイミングでその決断した理由っていうのはどういったことになるんですか？約去年のこのタイミングだと、その私の能力的に約半年休んでもまだあと3年あれば東京オリンピックを戦えるところまでコンディションが戻せることができるのかなと。しかしもう1年半休んだ状態では、たとえやると決めたとしても東京の後は分かりませんが、東京はたとえ出ることができたとしても戦えるところまでのコンディショニングに戻すことは不可能なのかなと、そういう気持ちもありこのタイミングで発表させていただきました。